蒸しドーナツの調理手順を説明します。一度に蒸せる分量は4から6個です。材料を用意します。材料は6個分です。 A として強力粉 90g、 薄力粉 30g、 砂糖大さじ2と1/3、 塩小さじ1/4、その他に顆粒状で予備発酵不要のドライイースト小さじ1。 B として溶きほぐした卵 15g、 約30度の牛乳 60ml、 その他の材料として室温に戻したバター 6g、 デコレーション用としてチョコレート 50g、 カラースプレー適量、アイシング用として粉糖 50g、 牛乳大さじ1を用意します。本体から給水タンクを取り外し、満水ラインまで水を入れて取り付けます。ボウルに材料 A の強力粉、薄力粉、砂糖、塩とドライイーストを入れ、材料 B の卵、牛乳を加えて手で軽く混ぜ、バターを少しずつ加え、よく混ぜてひとまとめにします。生地がべとつかなくなり、ボウルからくるんと離れるまでよくこねます。台に叩きつけて伸ばしたり、半分に折って押したりしながら約15分こね、生地を丸めます。バターを薄く塗ったボウルに生地を入れ、黒皿にのせます。生地を一次発酵します。ドアを開けると電源が入ります。テーブルプレートがセットされていることを確認し、生地をのせた黒皿を加熱室の下段に入れ、ドアを閉めます。スチーム、オーブン、グリル、発酵ボタンをタッチし、スチームオーブン、発酵を選び、次に予熱なしをタッチし、1段を選びます。次に温度ボタンで発酵40度を選び、決定します。時間ボタンで50から60分に設定します。スタートボタンを押すと発酵が始まります。終了はメロディーでお知らせします。生地が2から 2.5 倍に発酵したら、指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて、指の穴がそのまま残れば発酵は十分です。ボウルを伏せて生地を取り出し、手で軽く押して中のガスを抜きます。生地をスケッパーまたは包丁で6個に切り分けます。手でちぎると生地が傷んで膨らみが悪くなります。生地の一つ一つを手のひらかのし台で表面が滑らかになるように丸めます。丸めた生地にラップをかけるか、ポリ袋に入れて生地の温度が下がらないように約15分休ませます。少し打ち粉をして生地を置き、手のひらで軽く押して円形にします。真ん中に指で穴を開け、穴に指を入れたまま円を描くようにくるくる回してドーナツ状にします。ドーナツの穴は直径が 3.5 センチ以上の円になるようにします。穴が小さいと加熱の時に膨らんで穴がなくなってしまうことがあります。グリル皿に入る大きさに切ったオーブンシートを黒皿に敷き、ドーナツ状にした生地を並べます。次に二次発酵を行います。ドアを開け、生地を乗せた黒皿を加熱室の下段に入れ、ドアを閉めます。スチーム、オーブン、グリル、発酵ボタンをタッチし、スチームオーブン、発酵を選び、次に
余熱なしをタッチし、1段を選びます。次に温度ボタンで発酵40度を選び、決定します。時間ボタンで25から36分に設定します。スタートボタンを押すと発酵が始まります。二次発酵は生地が2から 2.5 倍くらいになるのが目安です。膨らみが早い場合は加熱途中で二次発酵を終了します。膨らみが小さい場合は同様の操作で加熱時間を追加し、様子を見ながら加熱します。終了はメロディーでお知らせします。ドアを開け取り出します。生地を乗せたオーブンシートを引いて滑らせながら、足を閉じたグリル皿に移します。グリル皿蓋をセットし、グリル皿蓋の蒸気取り入れ口を加熱室左側面のスチーム噴出口に合わせるように置き、ドアを閉めます。料理周からボタンをタッチし、調理分類ボタンを選び、スイーツのその他を選び、蒸しドーナツを選びます。仕上がりは中に設定されています。仕上がりを調節したいときは仕上がりボタンで設定します。スタートボタンを押すと加熱が始まります。終了はメロディーでお知らせします。出来上がった蒸しドーナツを取り出してください。グリル皿蓋を開けるときは蓋内側の水滴がドーナツにかからないようにします。また蓋の内部は蒸気で熱くなっているのでご注意ください。お皿にオーブンシートを敷き、ドーナツにラップをかけ、乾燥しないようにして冷ましておきます。デコレーション用のチョコレートは容器に入れ、手動のレンジ200W、2から4分に設定し、途中かき混ぜながら加熱して溶かし、滑らかにします。アイシング用の材料は混ぜて溶かし、抹茶などを加え、それぞれお好みで飾ります。